おはようございます速化軸の暗号通貨ニュースでございます本日は6月19日水曜日ですね、えー、まず同じところからこのコインゲッを見ていきますよ、えー、取扱いコインは14,787と日々増えてますね日々2つ3つ5つ と,うと増えてますで取引所の数っていうのはそれに比べるとね1日あたり2つとか3つぐらいしか増えてないんですけども1132になってますねで現在の時価総額ここが注目ですけども先日までね430兆円ほどあったんですけども現在400兆円を割って386兆円とね結構だだ下がりの時期に入ってますねまあこれはもうねお分かりだと思いますけども 370兆円を下にして、400兆円を真ん中にして、430兆円を上にして、上下60兆円で上行ったり下行ったりしてるんですよね。で、先日まで上の方にいました、430兆円あたりまでいて、400兆円を割らないところをうろうろしていたわけですけども、これがですね、昨今、400兆円を割って、 390兆円を割って386兆円まで来ていますでここが370兆円になってくると今度はね買い時って言って暗号通貨全体に割安感が出てくるんでここで資金が入るわけですよそうなるとビットコインインサリアムほかアルトコインみたいなのがねどんどん買われることになって値段が上がっていって時価総額が400兆円また420兆30兆というふうになっていくって形になります当然ですけども兆円になると 多くの暗号通貨で含み益が出ますから、利格して決済する方が出てくるわけですよね。まあそうなってくると、今度はまた売り圧力が発生して、400兆円に向かって、400兆円以下になっていって、現在の価格400、380兆円とかね、300もしかしたら70兆円までいってしまうんじゃないかなっていうところです。まあですので、呼吸をするように上行ったり下行ったりしますので、今ね、 暗号通貨で含み損を抱えていらっしゃる方も、まあ、いつものバイオリズムが来たな、というふうに思っていただければと思います。ただし、何の保証もありませんから。これがね、三百五十兆になったりとかね、三百二十兆になったりとか、逆に言うと、四百二十兆とか、四百三十兆まで、マーケット全体は上がってるんだけども、たまたま自分の持っている暗号通貨だけが、なぜか値段が上がらずに。 含み損が大きくなってしまってもう決済をなくなくするしかないみたいなねそんな状況も訪れますんでそういった意味では暗号通貨にはリスクが常につきまっとっていますこれを忘れないでくださいえドミネーションです次ビットコインのドミネーションが52%に迫ってきましたねイーサリアムがなんと17%を超えてきましたいやこのビットコインとイーサリアムのドミネーションかなり強いですね はい金額を具体的に見てみますとビットコインは1000万飛んで、えー、17万9000円ということなんでねいやー一時期ね1100万,万っていう金額を見たわけですけどもそっから比べるとちょっとまだね下がってますけどもビットコインこれからも2000万3000万とぐんぐん上がっていくことが考えられますねまあなんせ暗号通貨の中ではビットコインだけが一つのジャンルと言ってもいいぐらいずば抜けてるわけですよ で、イーサリアム以カっていうのは、アルトコインということで、ビットコインとは完全に切り分けられている、えーまあ、中央集権型が主でできている、まあ、そんな暗号通貨なのかなと思います。で、この辺は細かく言うとまた長くなりますねで、今日は割愛しますね。で、イーサリアムはもうすでにね、500万円、あ、50万か。 50万を割ることが珍ししくなってきましたね以前はね20万前後で推移したんですけども現在は50万前後の推移ということでイーサリアムも100万円前後まではね伸びていくんじゃないかなとでもそうなってくると今のイーサリアム価格が倍になるってことはなかなか起きないのかなってところですねまあ起きても倍ぐらいまでで止まるんでビットコインもそうですけどもいきなり倍を おね狙うっていうことになるとこういった通貨は狙わないってことになります自然と草コインの方に目を向けることになりますねで我らが体の60円を割ってしまいましたそして柴犬なんと1月で0.0014円以下で買いましょうって言ったこの柴犬今ねそっから考えたらあまあ含み益はずっと出っ放しですけども随分と下がってしまいましたねまあこんな感じでね 個別銘柄で自分の掴んでいるものは何かなってことを見ながら利益を確定していただきたいかなと思いますあとは特にね言えばキリがないんでこの辺にしときましょうかだいたいここまで、えー、時間にして5分ぐらいが毎日チェックする暗号通貨の時間ってことになりますまあ日々ねこのぐらいのことはチェックしていきながら暗号通貨っていう世界を泳いでいきましょう、えー、それではま,、ね、また新しいニュースがありましたら紹介させてもらいますどうも